お待たせいたしましたけれども、これから、音楽の力を伝え、コミュニティをつなげる、フォーラム、これはブリティッシュカウンセルという日本と英国をつなぐ国際文化交流をやっておられる機関と、それから私ども国際交流基金、日本の文化や日本語を、海外に伝えるというふうな役割を担っている機関、この2つが共同して、今日のフォーラムを開催することになりました。大勢の皆様にお越しいただきまして本当にありがとうございます。それから私たち大変嬉しい悲鳴だったんですけれども、予想以上に多くの方に来ていただいております。そんなわけでちょっと窮屈なところがあるかと思いますし、それからなるべくインフォーマルな雰囲気をと思いましてフラットな席を作ってしまいました。そんなわけでもしかしたらパネリストのお顔が見えなかったりとか、ちょっとここが聞きにくいとか、そういうことがあるかもしれません。その時はご遠慮なくお手を挙げて私たちスタッフの方にお伝えください。そうしましたらですね、あとそれからお手元に、導通のお聞きレシーバーが机椅子の上にあったかと思います。チャンネルこちらの方にありますように、日本語がチャンネル2、それから英語の方がチャンネル3、になります。そちらの方に合わせてお使いいただければと思います。それから大変恐縮ですけれども、携帯電話、そういったあとスマートフォン、なるべく音が出ないようにお願いいたします。それでは、まず主催者を代表いたしまして、ブリティッシュカウンセル、中日、副代表のアリソン・ビールさんより一言、ご挨拶をいただきます。アリソンさん、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。ブリティッシュカウンセル中日副代表のアリソン・ビールです。主催者を代表しまして簡単にご挨拶させていただきます。本日は皆様お忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございました。日本では近年オーケストラや音楽堂、劇場などの芸術機関の役割や社会との関わりについて多様な議論が展開されています。また去年3月11日に発生した東日本大震災も公共ホールや地方オーケストラの地域における役割を改めて考えるきっかけになったのではと思います。同様の議論が英国の文化関係者の間でも活発に行われています。文化に対する公的助成金が削減傾向にある中、いかに文化芸術機関が経済的な基盤を強固なものにし、地域コミュニティとのつながりを強化しつつ、新たな観客像を生み出していくかということは、英国においても重要な課題です。本日お話しいただきますカトリン・マクダウェルさんが所属するロンドン交響楽団は、その革新的な取り組みで高い評価を得ている英国の文化機関の一つです。世界有数のオーケストラとして、その書店であるロンドンのバービカンで年間70回以上のコンサートを開催するほか、世界の多くの都市でその素晴らしい演奏を披露しています。また日本との関係も特に深く、1963年の初来日公演以来、約50年近くにわたり継続的に日本への来日ツアーを行い、日本の多くの音楽ファンにも愛されてきました。ロンドン交響楽団の活動はこうしたコンサートホールでの公演にとどまりません。子どもからお年寄りまで年間6万人に音楽に触れる機会を提供している教育コミュニティプログラム Discovery に加え、さらに自主レーブルである LSO Live や iTunes などのデジタル配信など、より多くの人々にその素晴らしい音楽を届けるためにさまざまな努力を行っています。今回はロンドン交響楽団のブラスクインテットの日本
公演中の忙しいスケジュールの中、マネージングディレクターのカトリン・マダウさんにスピーカーとしてご参加いただきました。日本のオーケストラや音楽ホールで多様な取り組みをされている日本のゲストスピーカーの皆様と一緒にさまざまなディスカッションが生まれることを楽しみにしております。日本と英国の文化セクターで活動されている方々の交流がさらに広がることを願っています。最後になりましたが、今回のフォーラムの実施にあたり多大なご協力をいただきましたスピーカーの皆様、そして共催の国際交流基金の皆様にお礼申し上げます。本当にありがとうございました。アリソンさん、ありがとうございました。今回のフォーラムは、さまざまな今日本の公共劇場、それからコンサートホール、課題を抱えているかと思います。で、今回はキャサリンさんの他にですね、小玉慎さん、それから箕口和美さん、それから、センフィルの松本さんという豪華なゲストもお迎えしております。それぞれのお立場からいろんなお話が伺えるかと思います。それではまずですね、ロンドン交響楽団マネージングダイレクターのキャサリン・マクドウェルさんに基調講演をお願いいたします。キャサリンさん、どうぞ、こちらの方の、台の方にお願いいたします。Well, thank you very much indeed for those very generous words of welcome. 素晴らしい歓迎の言葉ありがとうございます。私本日ここに来て、そして過去もたくさんの方々に集まりいただきましたこと、大変嬉しく存じます。この極めて重要なこの活動の領域に過去も多くの方々がご関心を寄せてくださっていることを嬉しく思いますし、またこういった機会を設けてくださいましたブリティッシュカウンセルと国際交流機器に心からの御礼申し上げます。本日はできることでしたらば、私たちが持っている異なった体験を世界を超えて、そして共有できる機会になればと願っています。皆様の取り組みから私どもが学び、そして私どもがどういったプロジェクトを行い、どういったことを願っているのか、そういうことにつきましてもお伝えすることができればと、得れそうな状況を伝えることができるような機会にしたいと考えています。まず最初ですが、このオケ全体について紹介いたします。1904年に設立されました。私どもは自主運営のオケです。すなわち音楽家たちが全ての意思決定の中においての要となっていく役割を果たしているということでございます。そして偉大な指揮者たちを招き、そして共に活動していますが、ミュージックディレクターではなくプリンシパルディレクターコンダクターというそういった立場を持っています。非常に微妙なそういった権力の関係性を探ってきているわけです。そしてロンドンシーズンと国際ツアー、こういった国際的なそういったコンサートと、そしてまたさまざまな録音などもリリースしてまいりました。このような私たちが持っている取り組みと、そしてまた組織自体の運営のガバナンスのあり方を考えていきますと、LSO のメンバー自身が株主であるということを理解すること、これが重要かと思います。利益も、そしてまた赤字も、これも共に担っていく。けれども、公的な助成が得られるような立場になってからは、私たちは非営利の組織を設立させる必要がございました。チャリティーとして運営される必要があったんです。そうすることによって、カンパニーの方にまた利益はすべてまた還元され、そして音楽家に対しては前もって定められている、そういったフィーを払っていくということにしました。現在は7人の演奏家ディレクターがいますが、この中には必ず音楽家がチェアマンを務めています。そして6人が演奏家以外の私も含んでいる、そういったディレクターによって構成されています。この6人の演奏家ではない人たち、他の5名というのは、ビジネス界からの、代表的なそういった財界人が非常に重要な自分たちのノウハウを私たちにもたらしてくださいます。このような
組織の構成がやはり私たちの組織全体の性質に対して非常に大きな影響を与えているかと思います。まず規律がこういったオケの中どういうふうに捉えるのかということに対しても影響を与えています。というのはオケがこういったことについて責任を担うからです。合わせまして私たちが持っているそういった給料とそして労働条件に対しても、まあ、やはり柔軟性が高まるという影響をもたらしているかと思います。そしてモラル、士気、やる気、そしてまた責任感に対しても非常に大きな影響を与えているかと思います。そういった責任感というのは私たちが組織として共有しているものではないかと見ています。そういった意味では本当の意味でのまあ秘密をお互いに持たないようなそういった透明性のある組織になっていますし、それだけ大人としてのそういった会話ができるということが今後の方向性を探っていく中で、また私たち LSO にとって何が重要なのかを探っていく上で行われることにつながるかと思います。今日の LSO でございますが、現在は100人ぐらいの演奏家、そして60から55ぐらいのそういったスタッフがいます。バービカンでは70回ぐらいのコンサート、そしてまた国際的なそういったコンサートツアーはだいたい50から70ぐらいのコンサートをやっていますので、かなり活発にやっています。それ以外に、まあ、コマーシャルワークというふうに位置付けられているそういった収入を得るためのものがありますけども、これは時期によって多かったり少なかったりします。あとは LSO Live という私たちの録音リリースと、そしてディスカバリーというコミュニティと結びつき、そしてセントルークスというのはディスカバリープロジェクトの本基地となっているこの施設とがあります。で、財務状況ですけども、それはこういった状況になっています。1700万余りといった売上になってますけど、ちょっと円換算できませんでした、ごめんなさい。そのうち 25% は現在は公的な助成です。アーツカンシルと、そしてまた地方政府の方からいただいているものになっていますが、これは徐々に縮小傾向を見せています。そしてアーツカウンシルと、そしてロンドンのこの市の方から得ているものは、これは少し減ってきていますので、他からもっと調達する必要が出てきました。そうすることによってインフレと足並みを合わせて、そして LSO が望んでいるそういった財務状況を持っていくことになっています。それ以外に 30% ぐらいがこれが民間部門から得られていますが、これは例えばビジネススポンサーですとか、あとは個々人のパトロンの方、あとはさまざまなトラスト、そしてまた財団などから得ています。チケット売上は驚くぐらい全体の中では少ない比重になっていることにお気づきかと思います。というのはやはり皆さんにお求めやすい価格に抑えておきたいという、そういったチケットのまあ料金設定をポリシーとして持っているからです。そして私たちがさまざまなそういったまあいろいろ国際的にやっているコンサートですとか、あとは商業的にそうやってやっているそういったパフォーマンス、それから得ている私たちの収入の方のパーセンテージもございます。それがまあ 45%ぐらいのエンゲージメントとなっています。それではまずバービカンにおいての私たちが本拠地になったのは1981年のことです。バービカンがオープンした時のことです。45から50ぐらいの夕方夜のコンサートを毎年行っています。25ぐらいの教育目的のコンサートやイベントを実施しています。そしてそれ以外に私たちに関わっている指揮者のファミリーと言えるようなそういった複数の人たちがいます。LSOにとって極めて重要なことですけども、こういった素晴らしいアーティストが私たちとやっています。コリン・デイビスが総裁、そしてグルゲリエフが出席、そしてマイケル・ティルソン・トマスとダニエル・ハーディンがプリンシパルゲストコンダクターとして、そしてアンドレ・プラヴァンがそれが警官的な位置づけになっているものとして、そしてそれ以外に定期的なゲストコンダクターがいます。それ以外にはさまざまなアーティストとも皆様よくご存知の名前の方々ばかりになりますけれども、例えばムッターですとかベングロフですとか、後藤みどりさんですとか、ランナーですとか、ヨーヨーマー、そしてニクラ・シュナイダーですとか、そういった人たちの中に入れています。そしてそれ以外に私たちは非常に長い間での関係を紡いできているわけですけども、そういった皆さんは私たちとコンサートですとか、あとはエデュケーションワーク、あとは若い学生との間のそういった活動にもご協力いただけるという、そういった関係性を紡いでいると思っています。それ以外にも作曲家とは、例えばエルガーとは歴史的なつながりはご存知かと思います。バーンシュタインとも、そして最近はピエール・ブーレスですが、
ジョージ・ベンジャミンですとか、マーク・ミランですとか、あとトーマス・アディスですとか、そういった方々とも関係性を深めていっております。国際的な活動につきましてはこのようにやっております。そしてその他には例えばパリですとかエクサン・プロヴァンスなどで定期的なコンサートを行っております。ニューヨークのリンカンセンターでもあります。でまたこのサントリーホールでも活動しますけれども、まあ、こういった定期的な出演をするところは例えばプロコフィエフのシンフォニー全曲といったようなプロジェクトを行っておりますし、あるいはそのディスカバリーという活動も同時にこういった海外のコンサートでも行うことがあります。そしてさらにヨーロッパの国々へのツアーも行っております。中国のような発展途上国、ブラジル、インド、それからロシアなどにも行きますし、時にはオーストラリアまで遠征することもあります。ということでこういった海外のコンサート活動というのも我々の仕事の非常に大きな部分を示しております。そしてその商業的な活動ということでありますが、これは活発になったりそうでなかったりということでありますけれども、映画音楽という分野、これはロンドンで非常に大きな部分であります。80年代でスターウォーズの音楽を演奏しました。そしてその後映画制作というのは東ヨーロッパに移動したことがありますけれども、ハリーポッターですとかキングスピーチといったような最近の映画には参加しております。これが我々の活動の一環となっておりますし、またそれ以外のレコーディングもいろいろあります。以前はこの大手のレベルの この録音をたくさんしてまいりましたけれども、マハフンはLSO を雇ってレコーディングをしたいといったような方のための録音にも参加しております。ですがこのレコーディングに関しましては、より良い方法を考えなければいけないということで、2000年に LSO ライブということを始めました。申しますのも、その当時オーケストラの音楽のレコーディングというのはメジャーなレーベルがほとんどやらなくなってしまったからであります。で我々はこういった作品を録音したいと思った時には、このようなこの独自のレベルで録音をしております。特に歴史的な意味のある作品の録音をしたいと、あるいはこの新しく台頭してきたデジタルマーケットでも売りたいという考えを持つようになりました。このチームとしては小規模なものでありますけれども、 iTunes を通してデジタルダウンロードに応じるということもしておりますし、もちろん CD の販売もしております。世界で、日本は世界第2位の市場であります。ということで日本ではまだまだ CD を買っていただけております。でこのような LSO ライブを使うことによりまして、我々 その演奏家との間にまた特別な契約を結ぶことができる、あるいはさまざまな形での録音が可能になっております。ライブ録音も可能であります。そしてこれらのものが販売されて、この収益を上げることにできるようになれば、これはこの団員に対してその売り上げをまた享受していただくということができるわけであります。ということで、これをその団員とともにやっていこうという非常に長期的な展望を持ったこの試みとなりました。そしてまたこの LSO の持っているそのアーティスティックな計画を反映した形でのレコーディングができます。例えばサーコリン・デイビスの指揮の下でニールセンのシンフォニーを録音してまいりました。あまり知られていない曲ではありますけれども、これらの録音をできるということでありまして、今後、これの結果として、シベリウスの音楽などと同じようにより広く、このニールセンの曲が知られるようになると思います。もうすでに80ほどの、この CD の録音が行われ、これがさまざまな市場で売られております。では次に、LSO のディスカバリーですが、これは1990
1890年にこのロンドン旅行客が始めたものでありますけれども、この目的でありますが、これはこの偉大な音楽、これを非常にこの広範囲にわたる人々に提供していこうという考えをもとにスタートしたものであります。ということは、これは実際にこのコンサートホールに足を運ぶこの聴衆を超えたより大きな聴衆を対象としていこうということであります。20世紀のこのオーケストラの責任というのは何であるのか、役割は何であるのかということを考えたときに、どうやったらそのコミュニティに対して貢献できるか、そしてまたこの公共的なその助成金によって我々は支援されているわけですので、その納税者に対してどうやったらお返しができるのかということも考えました。そして若い人々に対して音楽の教育をする、それもさまざまなこの背景から来る人々がいるわけであります。特にロンドンはその多文化の都市でありますので、クラシック音楽といったこの歴史あるいは財産を持たない人々もたくさんいるわけであります。こういったような方々に対して、特に若い人たちに異なった背景を持った人たちにクラシック音楽を紹介していこうということであります。こういった若い世代、必ずしもその両親の世代はクラシックに触れていなかったかもしれませんけれども、この若い人たちに新しい経験を持ってもらうということであります。そしてさらにその団員の役割というものを拡大していこうということを考えております。ブレーズが言った言葉でありますけれども、この将来のオーケストラというのは、これはさまざまな可能性のアンサンブルだというふうに彼は語っております。素晴らしい言葉だと思います。ステージの上にいるこのオーケストラのメンバー、その彼らがこの可能性を秘めたアンサンブルとなりうるということであります。今2012年になりました。現在は LSO ディスカバリーには4つの部門がありまして、年間に約6万人にそれに参加していただいております。ヤングタレントというプログラム、また学校を対象としたプログラム、コミュニティのためのプログラム、そしてデジタルプログラムというこの4つの分野があります。まず若い才能、ヤングタレントという部分でありますが、この LSO オントラックというプログラムがあります。このプログラムは4、5年前にスタートしたものでありますけれども、我々はやはりその楽器を勉強する若い人々を支援しなければならないということを考えたわけであります。そのためにはこのロンドンの東の地区ということは、ロンドンの約3分の1のこの地域の学校を対象としているわけであります。そしてこのプロジェクトというのは単発のものではなく、数年間にわたって繰り返し開催されるプロジェクトでなければならないと考えております。こういった学校の教師と教師を支援し、そしてそこで行っている活動については今からこの DVD でご紹介したいと思いますが、 DVD を見ていただくと分かると思いますけれども、このここのこれらの学校に通っている子どもたち、非常に若い子からこの少し年のいった子どもまで、そしてまたさまざまなこの背景の子どもたちが混ざっているということを見ていただくことができると思います。そして学校で その楽器の教育を行うと、そして LSO のメンバーとともに演奏をする機会というものが与えられます。で、申し上げましたように、これは単発のものではありません。これが繰り返し行われまして、年間に約5000人のこの子どもたちがこのプログラムに参加しております。LSOのメンバーです。
そして次は今度は木管あるいは金管楽器を使ったグループです。春の祭典です。ご覧いただきましたようにさまざまなその方技能レベルの人々が一緒にやっております。次にこのセンターフォーオーケストラという活動がありますけれども、これはより年齢の高い子どもたちのため、これは音楽学校にすでに通っている学生たちのためのものでありますが、オーケストラの音楽に触れるという経験を与えるためのものです。よく若い音楽家の人たちはそのオーディションを受けるときに必ずしもそのオーケストラの活動がどういうものであるかということがわからない学生が多いわけであります。これはそのロイヤルコンサーバトリーですとかギルドホールスクールでこの方来年から始まりますけれども、オーケストラ音楽がどういうものであるかということを教えるものであります。また若い作曲家に対してはオーケストラと初めてその演奏をするという機会を与えております。今回ブラスクインテットのツアーをしておりますけれども、クリスティン・メイソンという若い作曲家、我々と3年ほど前から活動していますけれども、彼の作品を今回は演奏しております。このように若い作曲家たちとLSOとの関係といったようなものを築いて、そして将来的にまたLSOと活動してほしいと願っております。同じように指揮者のためのワークショップですとかコンクールも開催しております。さらにLSOアカデミーというものがありますが、これはサマースクールであります。これにつきましてもサマースクールの様子を見ていただきます。ここでは金管のグループです。年によって金管であったり木管であったり、あるいはそのストリングであったり弦楽器であったりということで、年によってプログラムが異なっています。トランペットの首席です。今指揮をしてた人ですけれども、彼がロッド・フランクスというトランペットの首席です。でこの一番最初にこの演奏していたこの若い学生フィリップ・コールと言いますけれども、彼はこのブラス・アカデミー2008年のアカデミーで最も有望な学生として選ばれた学生で、今回の日本ツアーではこのトランペットの首席になりました。その2年後に彼はそのトランペットの首席になったわけです。ですのでこのアカデミーの参加者であった彼がこのようにこのエレソンのメンバーになったわけであります。次にご紹介したいのはパトリック・ハロルドです。彼もこのブラスキンテッドのツアーで今
今回、来日しておりますが、LSO の首席中馬奏者であります。1988年に入団しました。でパトリックさんにお願いしたいのは、この若いこの才能を持った音楽家とのプログラムでどのように関わっているかお話をしてください。これはキャサリンが今紹介した通りでありますけれども、我々がやっていること2つの側面を持っております。まずこの非常に優れた才能、これは指揮でも作曲でも演奏でもそういったような人たちを見出すということ、それと同時に彼らに対してそのプロフェッショナルとして演奏できるためのオーケストラについての勉強をしてもらうということであります。ですので我々はその LSO だけを考えるのではなく、このアカデミーではその作曲家ですとか、あるいはこの指揮者なども参加するわけですけれども、そのようなこのタレント才能を探すために我々は職種を伸ばしているわけであります。こういったようなプロジェクトに私はもう当初から参加しておりますが、リクルートプログラムを持っております。当時はこれをトレーニングプログラムと呼んでおりましたけれども、その当時これをそのストリングエクスペリエンスと呼んでおりました。で、音楽大学から LSO のオーディションを受けるわけでありますが、キャサリンさんと同じことを説明しちゃうといけないんですけれども、このオーディションを受けたいというこの学生に対して、果たしてそのオーケストラで演奏するということに彼らが適応できるのかどうかということを試してもらうわけであります。でリハーサルに参加してもらって、もちろんそれに対して何も支払いはしませんけれども、そこで参加してもらってそのオーケストラに適しているかどうかということを見ますし、でもしその中で才能のある学生がいましたら、コンサートにも参加してもらい、その時にはちゃんとその演奏料を払います。ですので、そういった場合には16人のファーストバイオリンだけではなく、もう一人17人で演奏をして、その学生に本当にこの素晴らしい経験、最高のレベルのオーケストラ音楽に触れてもらうという機会を提供すると、そのに対してちゃんとこの演奏料を支払っているわけであります。その結果として、この LSO のこの弦楽奏者の約15人ぐらいはこういったような形で LSO に入団することになりました。もちろんオーディションを受けてこの入団しているんですけれども、その前にオーケストラの経験を得ることができたということであります。もちろんそれ以外にオーケストラに入る人もいるわけでありますけれども、こういったようなことをその弦楽だけではなく、木管ですとか金管でも同じようにやっております。で、私たちは音大に行って、これをサイドバイサイドというふうに呼んでいますけども、コーチングセッションということで特定の演目についてやって、それから2時間ぐらい、じゃあ 1,2,3 ということでやってもらって、でこれは今度指揮をやってるわけではないんですけども、そういうふうにしてこういった若手にとっては私たちの演奏家に触れることができる、私たちのオケのやり方ということの演奏のやり方についても考える機会を与えることになります。そしてアカデミーの方にとりましては、作曲の方についてなんですけども、オケというのは博物館入りしちゃいけないんです。21世紀の中で生きていなければいけない、19世紀だけに暮らしていてはいけません。そうするためには私たちは作曲家のために自分たちの作品が演奏される機会を設けなければならないんです。圧倒的大多数の作品は19世紀の作曲家、18世紀の作曲家同様に消え去っていくのは当然のことですが、その結果残っていくのはやはりキャノンとされていく、そういった正統派の聖典とされていくようなものになってきます。それこそは最高のものが、えりすぐりのものが残っていくことになりますけども、私たちはそういった若手新進の作曲家の作品を、これを育んでいかなければなりません。これをワークショップ型で
育っていきますし、またこういった現代音楽に興味があるような演奏家の人たちにも関わってもらいます。ワークショップ型のプロジェクトで私たちの教育センターの方で活動をやっていて、その中の最高のものについては演目の一部としてプログラミングされていきます。印刷されていくプログラムの中ではなくて、ちょっと序曲的な形でもってそれをひっそりと忍び込ませていきます。聴衆に対してそういう形でお披露目するわけですけども、ごく初期にはこれは危険とも言えるような戦術かもしれませんが、今や私たちの活動の一環として皆さん受け止めていますし、聴衆の家内の人たちは今までになかったようなものに楽しみだということで持っていると思います。じゃあそもそもなんで音楽家としてこういった活動に関わるようになったんでしょうか。おそらくは私は人の人生するものを変えていく力があると、音楽にはそういった力があると思っています。これは商売とかビジネス的なことではなくて本当に根本的なものだと思います。私はずっとナショナルユースオーケストラのために、英国の国立の英国の青少年オーケストラのためにかなり時間を費やしていますし、あとは LSO のいろんな活動にも私は若手と関わるようにやっています。やはり道義的な責務があると思うんです。お返ししなきゃいけないと。そして若手のそういった才能を育んでいくというのは、これは私今までに人生を捧げたオーケストラの未来に関わることであり、それをやっていくのが当然知性を働かせていったらば出てくる秘訣だと思います。また非常に利己的な理由もあります。やはり聴衆を育っていかなきゃいけないというところもありますので、そういった意味で3つの非常にはっきりとした具体的な理由があると思うんです。私だけではなく仲間の多くもそうだと思います。ありがとうございました。それではさらにスクールスプログラム、学校と関わっていくプログラムですけども、これはごく簡単に紹介いたします。これが実は私たちが最初に取り組んだ領域でした。ディスカバリーの最初の1990年代の頭に関わった部門ですけども、その時にはまず音楽のカリキュラムが学校の中でどうなっているのかを見ました。イギリスの中におきましても非常に特別な時でして、音楽が全国カリキュラムの一部として本格的に取り組まれていった時でした。でそれが私たちにとってこういったプロジェクトを育っていくための一種の触媒としてきっかけになったわけです。学校の中で子どもたちが何を学ぶのか、そういう中で自分たちで音楽を作っていくクリエイティブな取り組みが求められていました。これはそれまでになかった新しい局面で、多くの音楽の先生方はそのことでかなり怯えていました。ですので LSO にとって、そしてまた他のオケにとりましても非常に重要な役割があったんです。先生方がそういった能力を伸ばしていくための協力をし、そして新しい音楽、そういうことについてパトリックさんの話もありましたけども、それに対しての恐怖感を、これを和らげていくという役割も私たちが担いました。そういった学校関係のプログラムが活動の中心的な活動の一つになりまして、それかとはプロフェッショナルディベロップメントと呼んでいますが、専門家としての先生方の能力のさらなる向上のためにも関わっています。ではこちらをご覧ください。でこれは健常値の普通のそういった子どもたちを相手にしていたものだったんですけども、演奏ができる子たちは楽器を使って、そしてそれができない人たちは
パーカッションをやってました。ジョン・アダムズの作品をインスピレーション出して出発点としてそこでやってましたけども、それから後でジョン・アダムズが実際に振っていたコンサートにも出かけるそういった機会がありました。次はサウンドエクスプローラーというプロジェクトです。そして今ご覧いただいたのは演奏しているのは LSO のメンバーです。指導していたのはレイチェルさんといってアニマトゥールと呼ばれているタイプの人です。音楽家としての教育を受けていますけども、さらに専門的な訓練を受けてこういった教育的なプロジェクトを実際にやっていくためのそういった能力を高めてきました。ではホルンの演奏者ジョナサン・リプトンさんをご紹介します。こういった学校に出かけての活動を26年間の間にやってきました。エレソンに入ってからですけども、音楽家ですからやっぱりアルペジオですとか音階だとかやっぱりオケとしてのそういった技能を練習するのが大好きだと思いますけども、個人的に一番やりがいを感じるのはああいった学校に出かけた時のプロジェクトです。今までにフレンチホルンを見たことがない子どもたちのために見せてあげること、そしてただ賑やかに騒いでいるところでホルンを演奏した時にこうなるんです。黙ってポカーンとなる。その度ごとに私はざわつきます。でバービカンの周りをうろついてる時になかなか怖い顔つきの若い人がやってきて、あんた知ってるって、うちの学校に5年前来ただろうって、そのせいで今は音楽プロデューサーになったんだよ。で本当これ本当の話です。はっきり言ってとても怖かったんです。見るからに怖そうだったんで、分かりますでしょ、あいつは怖そうな怖もての人だったんですけども、今は音楽プロデューサーになっているんだと、それがきっかけになったというふうに言われました。でこういった活動に関わっている私たちにとってはブルックナーの完全な全曲演奏と同じくらいにやりがいと充実感があります。こういった子どもたちと一緒に音楽を作り出していくということは、単に音階だとかアルペジオだとかの練習するだけではなくて、例えば春の祭典の要素のメロディーとリズムとそして和音と、そしてそれを演奏家と一緒にやって自分たちの春の祭典作ってごらんと言ってスラヴィンスキーを実際バーベカに聞いてもらう。でどっちがいいんだと、自分たちの方が良かったりします時には。でレイチェルさんって今の映っていた人はこういった CBD と呼ばれていますContinuing Professional Development っていう専門家としてさらに継続的な技能を高めていくということで、先生方がそういった能力を高めていくためのプログラムを作ってきました。自分たちの授業の中で音楽に自信がない先生方のために、こういうふうな子どもたちですとか、あとは木琴を使ってともかく何かができるような自信を身につけることができる、そういうことをやります。自信を持っている先生と子どもたちが何人かと、そして木琴と一緒の部屋の中に放り込んでいけばすごいもの
ものが生まれます。子どもたちが音楽を楽しむためのドアを少しばかり上げればいいと、これは聴衆を育てるということではなくて、子どもたちのためのチャンスを広げていくということです。今までになかったような音楽に触れ方、そしてクリエイティブな能力を発揮するということです。ありがとうございました。ということで、こういうふうにして非常に広範にわたる私たちが持っているいろんなこういった活動に対しての興味、そして関わり合い方があります。そして私たちがどのようにして非常に広範に自分たちの考え方と、そしてまた自分たちのそういった動機づけを持っているのかということも少しご紹介できたと思います。それこそが秘訣じゃないかと私は思っています。ということで、まあ学校ではこういうふうに CPD として紹介しました先生方の技能を高めていくためのプログラムがあります。それ以外にファミリーイベント、週末にやっているコンサートですけども、これは学校教育の現場でのものを基本として、レイチェルさんみたいな人たちがプレゼンターとして、もう少し普通よりもみんなが楽しめるようなコンサートを仕掛けています。通常よりももう少し柔らかな形で、そして音楽家と、そしてアニマツールがいて成り立っていくものです。これは別個のチームが運営しているプログラムではないということ、これが私にとって本当の要になっている要素じゃないかと思います。すなわち私たちの考えすべての中に統合されて、そして進めなくもなく、こういったストラヴィンスキーのゲルギエフがやっている、そういった、まあ、ずっと続いてのこの演奏サイクルの中にどうやってこの学校のためのプログラムを抱き合わせることができるのかを考えています。さて2003年、 LSO にとって非常に重要な事件がありました。 LSO セントルークス中ディスカバリーの本拠地がオープニングを迎えたんです。私の前任者、そしてまたオーケストラがこういったリスクを思い切って取ったということに対して本当に私は嬉しく思いますし感謝しています。この美しい建物はインスピレーションを与える、そしてまた見事な空間でもありますけれども、ここディスカバリープロジェクトをやりますと、若い人たちがこれは胸を張れるぞと思っているのが分かります。そして私たちは全ての年代を対象にしてやっています。そしてこの建物はありとあらゆるタイプの皆さんにとってもうまく使える場所です。ここでリハーサルもやっていますし、あとはコンサートシリーズもやっています。クロスオーバー的な演目はこちらのホールでやっていますし、あとはランチタイムコンサートのシリーズもやっています。貸し出しもしています。そしてこれはビジネス用に、例えば会議場としても貸しています。1週間のうちの2日間ぐらいこれを貸し出していますので、そうやってビジネスプランの中でうまく組み込んで、そして私たちがディスカバリーのために他の時に使えるようにしています。エレソーセントルークスがあるということによっていろんな可能性が広がってきました。ディスカバリーのための新しいエリアが開発できたんです。まず地域社会コミュニティのことについて本当に考えていくこともできるようになりました。セントルークスというのはバービカンから歩いて10分という非常に近いところにあります。バービカンが私たちのコンサートをやっていくための本拠地なんですけども、ほんの10分間歩いただけでロンドンのはるかに所得層が低く、そして非常に多種多様な人たちが住んでいるエリアに行くことになります。そういうことで私たちはこういった地元の人たちのために、青少年と、そしてまたコミュニティの合唱団のための、そしてガムランのための取り組みをやっています。ガムランのためのそういった事業もやっていますし、コミュニティコンサートはほとんどは無料でやっています。これはギルドホールの学生ですとか、あと LSO の演奏家たちがパフォーマンスをやってきます。あとは特殊なニーズのある心障者ですとか学習障害のある人たちのためのそういった活動もやっています。この人たちにとっても使い勝手にいい建物になっています。あとは高齢者の方々、そして本当にちびっ子たちのためにもいろいろとやっています。そしてセントルークが外に出ていって、例えば病院の方へのそういった出張もやっています。そういう活動を通じまして、私たちはこのような音楽が持っているポテンシャルについて、すなわち人の心の在り方自体を変えていくことができる、そして感情に触れることができる、そして人を癒し、そしてまた安らぎを与えることができる、そういった可能性にも注目するようになってきました。多くの皆様ご存知のように、各国それぞれの辛い事態を迎えています。そして日本の皆様が
この1年間の間のさまざまな苦しみに対してどのように立ち向かってきたのか、そういうことについて私とも非常に感銘を受けています。そして音楽はどのようにしていろいろと本当に難しい状況の中で救いな、でいろんな助けになるのか、事態を変えていくことができるのか、そういうことについて多く学ばせていただけると思います。でこのようにして広範な活動もしていますけども、セントルークスができたことによりまして、私たちはデジタルテクノロジーの可能性も迎えました。セントルークスにはこの若い人たちがやってきて、まあ、その演奏するという機会も与えられております。またセントルークスではこの国際的なプログラム、あるいは国内全国的なプログラムが行われております。またビデオセッションを開催したり、あるいは YouTube シンフォニーも皆さんご存知かと思います。まあ、これは世界的な Google のプロジェクトなんですが、実際に LSO セントルークから始まっております。また今後はこのさまざまなこの学校プロジェクトをデジタルフォーマットでまたこの配信していこうということを考えております。でこの音楽家たちが実際にこの自主的に関わってきてくれているわけであります。そしてさまざまな異なった性格の人々がいろいろなこと、いろんな異なったプログラムに参加しています。全員が病院訪問をしたり、あるいは全員が学校でのプロジェクトに関わるということではありません。あるいは全員がその若い音楽家のコーチングをするというわけではないんですけれども、まあ、各団員が何らかの形でディスカバリーに関わってきております。そしてまたこのディスカバリーのインパクト、影響がどのようなものであったかということについて調査をしております。で、まあ、最近伺った意見でありますが、若い人たちにとってもう起こったもう最高の出来事であるという言葉をいただいたこともあります。これらの活動について外部からの評価をしていただいておりますし、そしてまたこれらを真摯に受け止めております。これによってこの若い人たちの自信をつけるといったことに至るということもあります。学校内でのチームワークが改善されるということもありますし、今までその人との付き合いが苦手だった人にとっても付き合いが上手になるといったようなこともあります。でこの音楽で成功すれば、それ以外の人生のさまざまな分野での成功もできるかもしれないという自信をつけさせることになります。でこれらのプログラムが英国でどのようにこの過去25年間発展してきたかということについてご説明いたします。当初はその演劇とそれからダンス、オペラということで70年代に始まったわけであります。そして80年代中頃になってやっとオーケストラが関わるようになってまいりました。当初はオペラからスタートしたわけで、そこから学ぶことは非常にたくさんありました。でこれにつきましてはさまざまなアプローチがあります。 LSO の独自のプログラムもありますし、また他のオーケストラが全く同じことをやっているということではありません。それぞれがその専門の得意としている分野を持っているわけであります。でこれらのプログラム、これはそのアニマトアというこの方々の進行役が入ることによってこの活動ができるようになってきております。でこういったそのアニマトアの方が、先ほど紹介したレイチェルですとか、あるいは団員の方方々に対してどうやってその進行をしていくかということを教えてくれております。また90年代の初め頃でありますけれども、英国における各オーケストラの団体が真剣に英国に関わるようになりました。その当初はロンドンシンフォニーズのホロとかスコティッシュチェンバーオーケストラといった5つの団体がこの作業を始めまして、他のオーケストラもそこに関わっていくということで、この英国オーケストラ協会といったようなものが出来上がりました。最終的にはこのプロジェクトに16のオーケストラが参加するようになりまして、それによってさまざまなこのスキルが伝達されていくことになりました。また
ーター・マクスウェル・デイビスに対して作曲の移植がされました。そしてまたオーケストラ その理事会の中でもこれは認識が高まっていくということがありました。当初オーケストラ5つのオーケストラで始まったんですが、1992年には16のオーケストラがその教育担当のマネージャーを置くようになりました。今では英国のオーケストラでこの公的な助成をもらっているオーケストラほぼ全てがこのようなプログラムを持っております。それぞれが異なったプログラムであり、それぞれの性格を反映した形へのプログラムになっておりますし、その地元のコミュニティに対応する形のプログラムであります。単に他の団体の活動をコピーするだけではありません。そして重要なのはこの公的な資金を発やしてくれているということだけではありませんで、その民間企業からもさまざまな社会貢献プログラムを持っておりますので、コンサートのスポンサーをしてくれるようになるということも重要であります。こういったその企業に対しては我々がその地元社会に対してのコミットメントを持っているということを知ってもらう必要があります。ピーター・マクスウェル・デイビスという作曲家の言葉であります。これは1992年の彼の言葉でありまして、今でもこれは実際に言えることだと思いますけれども、オーケストラの作業の多くの部分は将来的にはアウトリーチになるであろうということであります。オーケストラができること、あるいはするべきかというのは、クラシック音楽をその方民主化していくというのがオーケストラの役割だという言葉であります。どうもありがとうございました。それから駆けつけていただきましたジョナサンさんとパトリックさん、本当にありがとうございました。